トーマス・クバストホフはドイツのバスバリトン歌手。サリド・マイド化による肉体の障害を乗り越えてキャリアを積み重ね、当初はロマン派音楽を主要レパートリーとしていたが、やがて JS バッハをはじめとするバロック音楽系のカンタータやジャズの即興演奏にも手を広げた。しかし、2012年に健康上の理由により歌手としてのキャリアに終止符を打って引退した。 トーマス・クバストホフは1959年11月9日に西ドイツのヒルデスハイムで生まれる。ところが、トーマスの母は妊娠中につわりを抑えるため、生徒剤としてサリドマイドを服用しており、この薬害によってトーマスは重篤な障害を持って生まれることとなった。具体的には身長は1 3 4センチメートルと低く足は、 長官骨に影響が出て短く形成され、アザラシ師匠によりても短い。肉体的なハンデを背負ったトーマスではあったが、17歳の頃から個人的に、声楽の勉強を開始し、シャルロッテ・レーマンやゼバスティアン・ペシコといった教師の下で、研鑽に励み、やがて、ハノオーファーの音楽院への進学を希望するが、ピアノが弾けないという理由により入学できなかった。トーマスは、 ハノーファー大学に進学して3年間法学を専攻。卒業後は北ドイツ放送に入り、ラジオアナウンサーを務めたほか、テレビ番組の音声担当もいた。トーマスが音楽活動を始めたのは1984年のことであり、ビュールツブルグ・ブラチスラバでのコンクールに入賞の後、1988年にドイツ公共放送連盟主催の ミュンヘン国際音楽コンクール声楽部門に出場して優勝。審査員を務めたディートリヒ・フィッシャー・ディースカウからも絶賛され歌手としてのキャリアを歩み始めることとなった。NDR を退職して歌手に専念し、1989年にはカッセルでのグスタフ・マーラーフェスティバルにおいて、さすらう、若者の歌を歌い、1995年にはヘルムート・リリングの招きで、 オレゴンバッハ音楽祭に出演してアメリカデビューを果たす。1998年の同音楽祭では世界初演となるペンデレツきのクレードでソリストの一人となり、そのライブ録音は2003年度グラミー賞の最優秀合唱作品部門を受賞した。2003年、トーマスはザルツブルク復活祭音楽祭に出演し、サイモンラトル式のベートーベン、 フィデリオのフェルナンド役でオペラデビューを果たす。オペラ歌手としては2004年春にもドナルド・ラニクルズの指揮によりワーグナー、パルジファルのアンフォールタス役としてウィーン国立歌劇場に出演している。2006年から2007年のシーズンではカーネギーホールにおける注目すべき アーティストの一人としていくつかのコンサートが企画されたが、病気により最初の二つのコンサートをキャンセルせざるを得なかった。カーネギー・ホール進出が起とされた2006年、トーマスはこれまでとは違うジャズの分野にも進出し、ティル・ブレナー、アラン・ブロード・ベント、ピーター・アースキン及びチャック・ローブラとセッションを組んで、ドイツグラム・フォンからアルバム・ザ・ジャズ・アルバム、ウォッチ・ホワット・ハップンズをリリースした。 2009年2月1日放送のイギリス BBC ラジオ4の長寿番組無人島へ持って行きたいレコードにも出演し以下の8枚を選んだ歌手活動の傍らトーマスは1996年から2004年まではデトモントのドイツ国立デトモルト音楽大学で教鞭を取りその後はハンス・アイスラー音楽大学ベルリンにおいても教職活動を続けたまた 2009年には、ヘルベルト・フォンカライアン音楽賞、ロイヤル・フィルハーモニック協会からのゴールドメダルが、それぞれ授与され、オーストリア政府から、宮廷歌手の称号が授与された。2011年10月、トーマスは医師により、高等炎と診断され、ジャズのステージからの引退を発表。ついで2012年1月11日、トーマスは、自身の公式サイトで健康上の理由により、 歌手生活からも引退することを発表した。引退声明の中でトーマスは自分の健康状態が自己の持つ高い芸術水準を維持するには無理が生じたとした上で新しい人生への挑戦が楽しみであることを述べた。引退後は従前からのハンスアイスラー音楽大学ベルリンでの教職活動2009年に自ら立ち上げた2年に一度の声楽コンクールである。 ダスリートダスリートでの芸術監督としての活動を継続し、それらに加えて朗読の部門などで活躍している。ありがとうございます。